生物濃縮される毒フリー百科事典ウィキペディアで生物濃縮の項を引くと、次のように書かれています。生物濃縮はある種の化学物質が生態系での食物連鎖を経て生物体内に濃縮されていく現象をいう生態濃縮生態濃縮ともいう疎水性が高く代謝を受けにくい化学物質は 尿などとして体外に排出される割合が低いために生物体内の脂質中などに蓄積されていく傾向がある特定の化学物質を含んだ生物を多量に摂取する捕食者ではさらに体内での物質濃度が上昇する食物連鎖の過程を繰り返すうち上位捕食者ほど体内での対象化学物質濃度が上昇する レイチェル・カーソンの著書「沈黙の春」をご存知でしょうか。春になったのに、鳥のさえずりが聞こえない。どうして農薬 DDT やディルドリンの使用によって、餌に移った農薬成分の影響で、鳥は肥沃を返さなくなり、次第に個体数が減っていった。1962年に初めて出版されたこの本は、環境問題の告発を世界中に広めました。 農薬が増える原因の一つに化学肥料の施肥があります化学肥料も人工的な化学物質ですこの化学肥料の歴史も特殊な事情が絡んでいます第一次世界大戦時火薬の需要が急激に増えましたそして原料の窒素を増産するために大型のプラントがいくつも建設されました戦争が終結すると 余剰になった窒素の使が問題になったそこで農業に使う窒素に白羽の矢が立てられたのです農業が化学肥料を求めたのではなく化学肥料が農業に勧誘したのでした全国で1万4000人が被害者を出した金見輸送事件戦後最大の健康被害と言われたこの事件は食用の米ぬか油に 熱媒体として使用される PCB ポリエンカビフェニルが混入したことが原因とされています肌の異常肝機能障害頭痛などが主な症状です40年以上経った今も被害者の中には皮膚から白い油のようなものがにじみ出る人がいますこの場合は生物濃縮ではありませんが食品に混入した毒物の恐ろしさをうかがい知ることができます 河川の汚染が海洋植物やプランクトンに移り、それを食べた金塊魚に重金属が残留しているといいます。養殖魚は、餌に混ぜる抗生物質の残留が、それを飼料とする家畜も危ないのかもしれません。生物の汚しを疑い出すと、食べるものがなくなると思えるぐらいです。そうです。 最終的に汚染される危険性が高いのは人間です。と言いますか生体ピラミッドの腸に立つ人間が必然的に一番毒されているのです。